おー、マジですごいいい。なんかふわふわして軽いですね。軽いですね。ここがあるとやはり風の侵入が防げる。最強。ありがとうございます。最強。レタルっていうのはアイヌ語で白いっていう意味なんですよ。でヌイっていうのがアイヌ語で炎っていう意味なんですね。北海道ってアイヌ文化の上に成り立った土地っていうのがあるので、サウナー最高やね。コーディラチューブをご覧の皆様、毎度 TK です。よろしくお願いします。本日はコーディラを使っていただいているお客様でありますブランドパートナーに直接会いに行って、その魅力を伝える Meet the Maker 編としまして、過酷な冬を持つ北海道初のダウンブランドレタールヌイさん、こちらのお店フラックスに来ております。そう、場所はこちら札幌です。今日はね、ちょっとそこまで寒くないんですけど、まだでも雪も残ってちょっと溶け出してるんですけど、まだ今日夜からめちゃくちゃ寒くなるんですけど、そんな寒い環境にバッチリなダウンブランド、これを YouTube で取り上げるのはなかなか新しいかもしれないです。ちょっと今日はめちゃくちゃワクワクしてます。じゃあ、はい、早速行ってみたいと思います。はい、早速こちらのお店入らせていただきまして、今日出演していただくレタールヌイ代表の大崎さんです。大崎さん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、やっと来ることができました。いや、わざわざお越しいただきありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみでした。今日寒いでしょう。あ、いや、まあね、ちょっと今日はまだ、ね、そうですね、今日はちょっと気温高いなってます。でもまたね、夕方から寒くなるみたいな。そうなんですよ。活躍しますね。活躍、やっと季節が変わってきましたね。でもめちゃくちゃ忙しい、ね、今めちゃくちゃ催事だったりとかで忙しいですね。もうどんどん注目のダウンブランドですけど、はい、今日は中のラインナップもですけど、コーディラ使いのアイテムもありますので、そちらを2人で紹介していきたいと思います。はい、よろしくします。よろしくお願いします。まずはですね、初めにこちらのブランド、はい、レタールヌイ、こちらのブランドにつきましてちょっとご説明お願いします。はい、私たちがですね、もともとセレクトショップを運営していたんですけれども、うん、札幌という町で、うん、こちらの、はい、そうです。で、いろいろこうショップ展開していくうちに、やっぱり北海道から、うん、北海道が大好きなんで、はいはい、北海道から何か発信したいっていう思いがすごく強くなっていったんですよね。うん、はい、でそうなった時に、やっぱりこうショップっていう状態で札幌から発信をするっていうのは、うん、なかなかやっぱり難しいなっていうので、うん、はい、まあ、北海道らしいものづくりをしていきたいっていうのがぼんやりと、はいはい、思い描いたのがスタートなんですよ。うん、なるほど。まあ、北海道外の友人たちに、北海道ってどんなイメージなの、うん、っていうのを聞いて、まあ、北海道らしいものづくりをする上で聞いてったら、はい、北海道イコール寒いよねっていう言葉だったんですよね。はい、で僕らアパレルだったんで、その寒いっていうところを解消するようなものづくりができないだろうかって描いた時に出てきたのがダウンジャケットだったんで、そのものづくりを研究して、まあ、今リリースして4年目になったっていう形になります。だから北海道初のダウンって、うん、なありそうでなかったということで真剣に、はい、でものづくりもこちら北海道 で、ね、そうです。基本的には北海道をベースに、はい、縫製工場と、提携をしまして、そことタイアップで一緒にやらせていただいているという形になります。で今はブランド設立して4年目。そうです。リリースをスタートしてからは4年目という形になります。ラインナップも増えていってる。そうですね、毎年新しいラインナップが増えていってる形になります。なるほど。で今年はオリジナルの、今年はコラボレーションもあるということですね。はい、はい、毎年いろいろコラボレーションさせていただくんですけれども、今年に関しては札幌の郊外にあるマウンテンマンっていう、あの住所非公開のアウトドアレストランがありまして、今日後で行かせてもらえる。そうですね、ぜひぜひ一緒に行きましょう。はい、そことのコラボレーションモデルを今僕が着てるやつがそうなんですけれども、リリースしてます。いや、興味津々ですけどこのダウンもですけど、その前にですね、次のシーンではまずレタールヌイさんの、オリジナルのラインナップをちょっとご説明していきたいと思います。はい、そしてですね、コレクション、実際のものを同じくレタールヌイの小原さんの方にちょっとご説明していただきたいと思いますけど、はい、まずはこちらですね。僕もネットで見てました。色が可愛いんですけど、メインコレクションですか。はい、まずこちらの商品に関しては定番モデルとして1年目から、うん、作成しているデザインになります。ショートモデルになるんですけども、全ての商品名、アイヌ語から、商品名を取ってるんですけども、こちらはソイダウンパーカーという商品になってます。うん、でまずデザインの、アイコンとしてこの滑らかな曲線を描くチップですね。はい、この首元に高さを持たせたい、ネックウォーマーをつけているような、イメージで商品を作っているんですけども、うん、さらにこの内側の、内襟にもダウンをたっぷり、入れているので、首元をしっかり温めて、うん、さらに高さを持たせて、あとフードをかぶると
本当これぐらいしか顔が出ないようなデザインになっているので、北海道ではやはり、はいはい、冬の吹雪がすごいので、フードをしっかりかぶっていただいて顔を守って、それでさらに、防寒性、体を温めてもらうっていうモデルになっております。今年はカラーが4色になってるんですけども、色めちゃくちゃおしゃれですよねそうですね、はい、特にやはりこの色物がすごく毎年人気が高いんですけども、まあ、黒のダウンを、ね、はい、結構ね持たれてる方多いから、そうですね、この色あえての色を、はい、試してみたいなと、ぜひぜひご試着してみてください。まあ、何よりもあったかそう、はい、ちょっと着てみたいと思います。名前がソイ、はい、ソイ、意味はどういう意味ですか？アイヌ語で外という意味になります。なるほど、じゃあまさに本当に外で暖かいというのと、はい、これあれですかね、ジッパーもちょっと何ですか、中心のアンシンメトリーみたいな。そうですね、はいはい、でまあ、この首元のジップに関しては斜めになっているので、うん、まあ、顎に干渉しないデザインになっているのと、あとは開けてきていただいた時にしっかりとこう襟が綺麗に立ち上がるような設計になっております。なるほど、だからなんかちょっと美しい見た目、そうですね、じゃあちょっと着てみたいですけど、やっぱコーデラの黄色を、はい、おーマジですごいいい、本当にここもしっかり締まる、はいはい、ここストレッチのあるニットですね、はい、はいはい、ここがあるとやはりこう風の侵入が防げる。なるほど、はい、いやでもめちゃくちゃなんかふわふわして軽いですね軽いですね、全ての商品が基本的には1キロ未満で収まるような。あったかいそこまでマイク拾ってるか分かんないですけど、あったかい、さっきおっしゃってましたけど、後ろがお尻の部分、ショートモデルですけども、お尻がしっかりと隠れる、うん、はい、長さになっているので、ここがポイントになってます。でも最強ありがとうございます。最強、もうこれ横かもありますけど、これに感動しました。本当にこれがメインモデルだと思います。いやちょっといいっすね。ありがとうございます。めちゃくちゃいいっすね。このまま来て紹介していいですか？ぜひぜひ。あったかいからちょっと暑いかもしれないです。いや全然、いや本当ふわふわして気持ちいいんですよ。はい、はい、素晴らしい。さすが、これがずっとブランド当初からのメインコレクションっていうのだけはありますね、はい、メインアイテムだけ。はい、これもいいですよね。で続きまして、はい、こちらがソイライトダウンというモデルになります。こちらの商品は今ご試着いただいているソイダウンパーカーの軽量モデルになっています。でデザインに関してはこの斜めのジップは残したまま、うん、過剰な防寒機能が必要ない地域で、着られる方にはすごくおすすめな商品になっています。こちらは今シーズンからポケッタブルになっておりまして、うん、内側のポケットの部分に全てこうしまい込むと、本当このサイズぐらいになる。なるほど、はい、ここに映像出てますけど、はい、なるほどなるほど。なので出張に行かれる方とか、移動に最適なモデルになっております、はいはい、すごい全部着てっていきたいな。気持ちいい、あったかい、いいですよね。これもライトはい、ライトです、はい、ソイライトですね。ソイライトですね。これもしっかりでもここ考えられて、はい、やっぱりここから風が入らないように、そうですね、きっちり締まるようになってますね、はい、軽量化を図りたかったので、はい、こちらはリブをつけずにゴムの仕様になっています、はいはい、でもしっかりこう締まるみたいな感じです、はい、どんどん行きましょう。で、はい、お次ですね。こちらが今季新たにリリースをした、カーディガンタイプの商品になっております。で今ちょっと僕がそうですね、おしゃれやなと思って、はい、着てるモデルなんですけども、はい、フロントのボタンがこう2列になっておりまして、シングルでも着れますしダブルでも着れる。ダブルで着るとさらにこう風の侵入が防げて暖かく着れますよっていうデザインになっております。なるほど、はい、でこちらは静電性のある裏地を使っておりまして、はいはい、さらっと羽織れる商品っていうのをイメージして作ったモデルになります。なるほど、あとはこの光沢のある生地感、そうですね、はい、はい、ちょっとこのフードがないモデルになるので、ちょっと僕は今インナーがこういったロンティーになってますけども、はいはい、そちらのパーカーだとか
あとタートルネックのニットだとか、ちょっとインナー次第でコーディネートが楽しめる商品になっております。これシングルで締めてる感じですね。はい、そうです。で小原さん今ダブル、ダブルでどっちでもいいですよね。はい、これお名前は、こちらの商品名がチセという商品名です。アイヌ語で家という意味なんですけども、室内でも、外でも着れるあのウェアとして展開しております。でこちらのモデルが、2体という商品なんですけども、こちらのモデルが最上位モデルとなっておりまして、ダウン量もそうなんですけども、まずは着丈が長い、はいはい、あとは、こちらのモデルに関してはデザインをあのソリッドなデザインにしておりまして、いろんなコーディネートで落とし込める商品かなと思います。なるほど、はい。縫い目の下にシームテープを、はい、そうですよね、はい、ここ貼っているので、はい、雨や雪、防水、はい、の侵入が防げる仕様となっております。これもじゃあ、はい、着させてもらいます、はい、かっこいいな。またこちらのモデルも首の高さを持たせているので、ジップをバッと締めていただくと、はいはい、風の侵入は防げて、あとはフロントのジップの前にフラップを2枚採用しているので、はい、全部締めていただくと本当にこう風の侵入を防げる仕様になっております。ここ締めて、本当ですね、ここが、はい、こう締めてマイクだけ置くこうなって締まって、ここを締めると本当にそうですね、こう締めていくと最強ですねありがとうございます。あとはこちらのモデルに関しては、ジャケット、スーツなどの上に羽織られる方がすごく多いので、あえて袖の中の内のリブをつけていないモデルになってます、はい、ここは、はいはい、なるほど。あえてこのベルクロで調節していただいて、はいはい、この袖の部分なんですけども、あえてこうアーチを描いた、そうですね、はい、こう手の甲までしっかり温めてもらうような、はい、デザインになっています。なるほど、めちゃくちゃ細かいとこまで、はい、確かにここまであったかい、はい、いいですよね。あとはその内側のリブをつけていないことによってジャケットの袖を潰さずに着れる、はいはい、なるほど、はい、でちょっとこうスーツを着たサラリーマン、そうですね、でソリッドですから、はい、確かにコートっぽいですけど機能はめちゃくちゃあったかい、あったかいです。いやこれもいいなそしてこちらちょっとなんかエレガントな感じで、はい、ウィメンズですかね。はい、こちらが唯一のウィーメンズモデルとなっております。フードを一番大きい作りにしておりまして、ちょっとこうショールカラーになるようなデザインになっております。で女性の方は特になんですけども、冬の雪の降っているシーンなどでフードをしっかりかぶっていただくと、お顔周りをしっかり守れるデザインになっております。ここまであったら、はい、髪の毛も、ね、まあ、濡れないというか、ちょっと前髪が濡れなかったりとか、はい、あの化粧が崩れるのを防いだりとか、はいはい、そういったデザインになっております。いやエレガントな感じで、はい、ちょっとあの女性モデルなので、はい、ご試着は、あ、そうですか、まあ、着てる映像はこちらで、はい、僕が着るイメージなのかもしれないいやいい感じ。これもだから色もこれこっちはシックな感じで、そうですね、なるほど、めちゃくちゃあったかさです。ウィメンズモデルもあるということで、はい、はい、レタールヌイさんのコレクションでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、場所を移しましてこちらついにやってきました、マウンテンマン、マウンテンマンでございます。こちらのお店レストランの方でこのマウンテンマンさんとのコラボのアイテム、ね、こちらですね、はい、こちらになります。さんも着られてますけど、はい、こちらちょっとご紹介していきたいと思いますけど、はい、まずはどういう流れでこのコラボレーションが生まれたんですかね、はい、もともとうちの僕がこの近所に住んでまして、で、まあ、マウンテンマンっていうこの住所非公開のアウトドアレストランが非常にこう話題になっておりまして、うん、まあ、そこを運営されている社長さんが私の昔からの先輩ということもありまして、うん、まあ、いろいろお話をした結果、まあ、僕らは北海道の自然とかアウトドアっていう部分を提案してて、まあ、マウンテンマンさんも同じようなコンセプトでやってるっていうところがあって共通している部分があったので、はいはい、まあ、一緒にコラボしようかっていうところから始まりがあったんですよね。なかなかレストランのとのコラボってね、そうですね、珍しいですけど、はい、来て分かりましたこの雰囲気、はい、ただのレストランじゃないんですよ、じゃないですね、はい、ちょっと後でちょっとそれもそうですね、ぜひご紹介したいなと思いますけど、はい、特別なこのアイテム、はい、まあ、色もかっこいいですよね。そうですね、で今、うん、川崎さん来ていただいてるうちのソイっていう、はいはい、あの本当定番のショートブルゾンなんですけれども、このモデルをベースに、マウンテンマンコラボ仕様に、うん、デザインしているっていう形になってます。
で満天満自体がこの目の前にあるちょっと今日は炊いてないんですけど、うん、こう焚き火だったりとかも、はいはい、あのコンセプトの一つに入っているので、うん、まあこれだともう一瞬で燃えちゃうんで、せっかくのものがついてるので、そうなんですよ。なので満天満コラボに関しては何年素材を使おうっていうその企画のスタートから始まって、うん、まあ素材集めをしていたところ、このコーデュラのこの素材に出会ったというところで採用させていただきました。はい、こちらコーデュラの中でもかなり特殊な何年機能を持ったコーデュラになります。はい、まあ、特別な何年アクリルを混ぜ込みまして混紡して作った、 でもコーデュラですので、まあ、本当に摩擦に強いということで強度も抜群ということで、はい、このスペシャルな生地をダウンに落とし込んでいや僕も驚きました。はい、そうあります。で、もともと僕自身もあの古着屋上がりっていうのもあるのと、うん、あとここのマウンテンマンさんのオーナーさんも、まあ、大のアメリカ好きって、うん、まあ、古いものが大好きっていうところがありまして、まあ、そこのからのデザインのスタートが始まって、うん、まあ、表地にカーキでファスナーでセージグリーンってちょっとミリタリーテイストのものがあるんですけれども、うん、はい、あのデザインの着想はあのミリタリーの CWU45P っていう、うん、はい、あの分かりやすく言うと MA1 の後継モデルとなったモデルがあって、はい、フライトジャケットなんですけれども、はい、それも何年素材を使ってるっていうところがあったので、うん、はい、そこをイメージソースにして、デザインをしていってる。でだからインナーはちょっとこうフライトジャケットっぽく、そうです、そうです、はい、でプラスマウンテンマンさん自体がですね、このキーカラーがこのオレンジっていうところがあるんで、うん、はいはい、まあ、ちょっとその裏地にオレンジを表現してるっていうところで今回は表現します。あとは通常で使ってるこのリブとマウンテンマンコラボに関してはリブの素材も違ったり、はいはい、ちょっとフライトジャケットっぽさをこの辺で出したりしてますね。このコットンのですね。そうです、そうです、はいはい、そういったモデルになってます。はい、なるほど。で、形はソイ、ソイのベースを使ってますね。はい、はい、ちょっとね、名前でソイで思い出しましたけど、はいはい、レタールヌイ、はい、こちらもちょっとユニークな名前だなと思いましたけど、なかなか聞き慣れない名前かなと。最初に聞けばよかったですけど、はい、どういう由来ですか。はい、さっきあの商品説明でもあのアイヌ語をベースにしているモデル名を使ってるっていう話したんですけれども、うん、私たちその北海道ダウンっていうのを歌っているので、やっぱ北海道ってアイヌ文化の上に成り立った土地っていうのがあるので、うん、まあ、私自身もそのアイヌ文化っていうのをある程度自分の中でも勉強し直したりとか、うん、そしてですね、まあ、アイヌ語をベースにした造語としてこのレタールヌイっていう名前にしたんですけれども、うん、はいはい、レタールっていう言葉とヌイって言葉が別になっていまして、うん、はいはい、レタールっていうのはアイヌ語で白いっていう意味なんですよ、うん、でヌイっていうのがアイヌ語で炎っていう意味なんですね、はいはい、なのでその白っていうのを、まあ、雪と見立てて、うん、まあ、寒い冬を炎のように暖かく過ごしていただけるようなウェアを作りたいっていう思いでレタールヌイという名前にさせていただきます。素晴らしい、かっこいいですし、深いですね。そうですね。なるほど。そしてモデル名にもアイヌの由来の言葉を使われている、はい、なのでその、はい、例えばニタイっていうモデルがあるんですけど、うん、そこはアイヌ語で森っていう意味なので、まあ、まさにこの真冬のこういったアウトドアシーンとかでも大丈夫なように、はいはい、まあ、スペックをちゃんとデザインしてるっていうような形になってます。まさにここ森ですもんね。そうです、そうです、はい、ちょっとねせっかくなのでマウンテンマンさんもこの後2人でちょっと歩きながら紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、ちょっとせっかくなのでマウンテンマンさんもちょっとご紹介していきたいと思います。まずはこのロゴ、ここでグリルを焼いて、いやかっこいい、ここでこうやって、サウナー最高やね。テントサウナもありますね。こちらが水風呂でマウンテンマンさんでした。はい、本日はこちら北海道は札幌で、はい、レタールヌイ代表の大崎さんと一緒に、いやー、このめちゃくちゃいいダウン、ありがとうございます。レタールヌイさんのダウンを紹介することができました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、もう取れ高バッチリで、いやいや、ありがとうございます。でもマウンテンマンさんのおかげで、あ、そうです、マウンテンマンさん最後に来て感動ですわ。サウナも僕めっちゃ好きなんで、はい、感動です。ありがとうございます。本当にでもないです。あります。そしてですね、ちょっと簡単に最後、はい、あの視聴者からメッセージをお願いします。はい、レタールヌイというダウンジャケットブランドを、北海道北国から発信しています。これからもですね、北国の生活にフィットした、ダウンジャケットを
リリースしていきますので、ぜひよろしくお願いします。で、インスタグラムでもですね、いろいろ情報を発信しておりますので、よかったらぜひフォローの方もお願いいたします。ポップアップもね。そうですね。はい。いろいろ各地でやってますので、ぜひよろしくお願いします。これから楽しみです。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。